馬民主商工会は愛媛県四国中央市を一円とする民主商工会である。全国商工団体連合会の地方組織である愛媛県商工団体連合会に加盟している。会員数は430名。当該地域の建設、飲食、小売り、サービス業などの中小業者が加盟している。申告、基調学習会、持続化給付金相談。 無料法律相談の実施、消費税の増税反対などを求める運動を行う。愛媛労働局長認可の労働保険事務組合でも、ある。婦人部女性経営者、企業を支援している。民商会員の女性事業主と、会員の女性家族従業者が入部できる。所得税法第56条の廃止を求める運動。民商婦人部では、この条項の廃止を求める運動を進めている。 青年部若手経営者と会員の家族従業者が入部できる。解放し、馬民商代より毎週、全国商工新聞に添付し会員に配布している。活動報告、行事案内、計算会カレンダー等。全少連協裁会民商の会員と家族、従業員が加入でき、会員とその配偶者については、病気でも入院中でも無条件で加入できる。 月額1000円の会費で、入院、安静化用、高度障害、火災などの見舞金、懲遺金、結婚、出産、長寿祝い金がある。全国商工新聞全国商工新聞は、民主商工会の全国商工団体連合会の週刊機関誌である。読者総数は30万部。ありがとうございます。